本当に自分のいい状態を出せればね、本当に期待できる選手です。そうですね、はい、ここで持ってきましたストライク。新グループでは同世代一期後輩に当たります桜井真理子が自己ベスト更新とビッグゲームを打ちましたね。270割って入れるか。竹原4フレーム、うん、9本カウントです。ちょっと触ってしまって、天品が残ったような形ですね。あ、なるほど。さあ竹原、うん、苦しめられています。左のレーンが、ね、いいスタートを切っていますからね。やっぱりこの辺プレッシャーにもなっちゃいますからね。うん、ただミスはまだありません。竹原しっかりと巻き返しなるか。7フレーム、不安な左側のレーンで取ってこられるか。熱いか。8本縄の前に竹原、うん、取ってきた。2フレーム以来の8フレーム目にストライクを持ってきました。今のはきちんと投げられて、本人もこういう風に投げたいんだって、それが10フレーム目だったという悔しさを持っています。おお、持ってきた。竹原も持ってきた。2つ目パンチアウトとなるか。竹原次の試合につながるこの1投。9本カウント162で攻略を見せるのか。いきなりボールを変えてまで来ましたね。さあどうだ。よっしゃ、ストライク。藤野さん、はい、竹原選手なんですが、現在イメチェンを図っているということで、まあ、衣装もいつもと雰囲気違うんですが、うん、今までのいい子ちゃんキャラはやめますと、はい、今回のファンキーガール、ファンキーハッピーシンデレラ、さああなたはどれが好き。そんな感じでストライクは来ません。藤野した竹原は、ボール変えてます。さあ竹原折り返し第5フレーム、ちょっとそれを14にちょっと軽くして、スイングストライクでも完全ストライクというか納得のストライクと言えるストライク。数はほぼ同じなんですが、竹原第6フレームストライク迎えて第7フレーム、ここをつなげていけるかどうか。で外に行きっぱなしになったようですね。これは竹原マークしました。こんな覚悟で調整をしなきゃいけないですね。竹原第8フレームです。竹原美希第9フレーム、持ってこれると面白くなってくるぞ。ここも非常に点。さあ竹原テンプレ1投目、よっしゃストライク。的にあそこに行ったんでしょうけど、竹原一を見せる。はい、よっしゃストライク。涙をこらえて竹原美希テンフレフィニッシュの一投9本190のストライクはありません。さあストライク、ちょっと本人もほっとした表情。130球を追いかけに行きます。まだまだまだありますか。可愛いんですね選手、はい、さあ竹原もうストライク、うん、来たストライク。ようやく竹原らしい笑顔がこの8フレになって出てきました。そうですね、3マーク差があります。